森山が勝手にこのベッド使った話しよう、うん、いいよ。あ、肉、肉い。ああ。怒りふつふつ。あ、もう。あれ、昨日じゃね？昨日、うん、違う。やばいよ。起きたらクソ喧嘩してた、こいつ。で、2万払ったんや、こいつに。あ、お前、2万払ってか、もう怒っちゃう。ちょっと、経緯を話してくれないと分からん。分かったから。じゃあ、経緯を。うん。俺と森山3回目の喧嘩。うん。あ、これ3回目？いや、分からん。いや、まあ俺が一方的に怒られたってから。そうだね。手ついてはね。いや、俺結構これ大金払って買ったんや。77,500円。コアラマットレスね。そう。で、玄関に置いといて、うん、で、俺彼女の家泊まってたの。うん。で、なんか家帰ってきたら、なんか次の日ね、家帰ってきたら、なんか開いてんのよ。うん、ね。で、中身がなくなってるの。で、俺もいろんな想像を一瞬でして、みたいな。そしたら、なんかここの3階に置いてあったんだけど。うん。足跡みたいな黒いやつ、見ても取れねえやつと、うん、なんかもうこんな、なんか汚ねえやつ、なんか汚ねえやつ、ねね、茶色い汚ねえやつと、この、シミ中心になんか汚ねえのがあって、その周りに、染みてんの。おっぱいみたいな。で、そう匂ったら、おっぱいやん。マンコの匂いする。マジでマジで。マジで。マンコの匂いじゃねえが。結局あれよだれだったっぽいけど。だよな。いや、てか、まあ、完全に俺がね、酔っ払って、うん。開封の儀したんだ。そう、そこで飲み会をしてたんだよ。あ、やば、え、この上で飲み会してたの？森山、女二人で飲んでた。この上で？怒ってる怒ってる怒ってる。今となってかあんま怒ったらダメ。でも酒をこぼしまくってたらしいじゃん。こぼしまくってた。後情報。マジで。しかも、酒こぼしたっしょって言ったら、うん。いや、俺覚えてない。多分覚えてる。ちょっとでも。罪を減らそうとして、うん、いや、お前はいや、悪かった。あ、そうだな。でも俺も買収したから、もう怒っちゃダメ。買収もう怒っちゃダメ。ああ、金で解決したから。金で解決した。2万。でけえ。でけえ。開封で2万。でも8万のさ、ベッドがさ、6万で買って、いや、俺6万じゃ買わねえもんな、まんじるついてるベッド。いや、よだれな。しかも男の。しかもようわからんやつ4人が上に乗って。知らねえ、そんな2人。あってもね。チラッと見たけど可愛かったよ。あ、ほんと？うん。じゃあいい。じゃあいい。俺が2万払うわ。